パン。ここはね、サルクラ荘の下の駐車場。おはようございます。おはようございます。ぽんちゃん。はい、あんちゃん。今日はね、ついに来ました。どこ？初心者のワテラが。どこ？ね。どこどこどこ？初めて来た。来ましたよ。じゃ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 。サルクラ荘。サルクラ荘でございます。ね、もうサルクラ荘と聞けば山んちはね、みんな大体どこに登るか知ってます。どこ？どこ？白い白馬の王子様。そう。白馬。大体白馬白馬って言うんですけど、あの山自体は白馬だけって言うんですね。白馬。はい。でも大体地域のことはみんな白馬白馬って言うんですよ。なんでかなって。なんでなの？統一してできれば欲しいなと思うけど、まあ統一しない方がいいかなというそういう微妙な気持ちなんです。微妙な気持ち。はい。まあ、そんなことでね、サルクラ荘から、ね、今5時39分で、ここからね白馬尻小屋までね小1時間ですよ、ポンちゃん。はい。まあそういうことでね、結構やっぱりさすがのこの分厚い、いや違う、めっちゃ暑い、この今38度とかね、37度とか言ってるじゃない、毎日、うん、涼しいところの山登りっていうことで、やっぱりみんな来ますよ、はい、この雪渓登りってやつをね、行きますよ、雪渓。はい、じゃあスタートします。山アップスタート。ぽい。はい、登山。登山。はい、出ました。じゃあ白馬尻小屋までレッツゴー、ポンちゃん。どこ？あ、ほんとだ。白馬大雪渓約1時間、うん、行っています。ポンちゃん。はい。じゃあついにね、この日本三大雪渓と言われるね、三大雪渓、はい、白馬の大雪渓、はい、ね、来ましたけども、こういう雄大な、じゃあポンちゃん、朝日が出てきました。朝日が、僕らが行く先へ行くとね、有名なあの帰らずの剣っていうのがあるんですよ。帰らずの剣。はい。ここにはね、うん、まあここに行ったら帰れませんっていうやつね。はい。まあそこはね、有名なキリド、キレットっていうのがあってね。キレット。まあ鋭角なところですよね。結構険しいっていう。険しい。うん。でもこのキレットって、ね、あの日本語なんですよ。日本語なの？そう。キリドっていう。キレット。そう、キレトルドっていうね、日本語なんですよ。ここはキレトルド、キレトルド、はい、そういう日本語でね、うん、とても知ってびっくり。ポンちゃん、橋かかってますよ、ここ。うん。はい、ポンちゃん、なんかね、車はどうもここまでらしくて、これ白馬尻小屋さんのアトラスやね。うん。ああ、ポッちゃん綺麗ですね。すごいね。うん。沢になっとるね。うん。ここは木道山やね、ポッちゃん。木道山始まったで。うん。今日は濡れとらんねえ。ポンちゃん、はい、来ましたね。ポンちゃん、白馬尻小屋、この先に大雪渓、でもだいぶ溶けてるからね、少し上に上がらんといかんと思いますけどね、うん、あそこ、お疲れさん、ようこそ大雪渓って書いてあるよ、ポンちゃん。これがあのよく皆さんの写真で見るお疲れさん、ようこそ大雪渓。こっから見ててもすごいね、ね、光景やね。うん。ポンちゃん、覆面レスラーに転向か。覆面女レスラーになったな。イエス。やるかみたいな。よし、じゃあ向かうで大雪渓。向かうで大雪渓な。
渓谷がすごいね、ポンちゃん。大渓谷やね。ポンちゃん、はい、設計の一番下やね、ここ。ここから始まるやな、うん。すごいな、だってほら、あんちゃん。この雪が溶けて。そう。これ、川になって。そう。あのゴーゴーしてる。そうそうそう。すごい川になったんや。ポンちゃん。はいはい。白馬山国有林。ね。猿倉からね、ここで3キロだそうです。そしてね、ここから4キロ行くと山頂。まあ半分弱来たってことこですね。はい。白馬のお尻。白馬のお尻ね。尻に来ました。馬のお尻来ました。ね。これから馬の背に登ります。おい、風冷たいな。うん、ちょっと涼しいやろ。涼しい。おっちゃん。これが有名なね、設計の落石でね。危ないね。こんなのがゴロゴロ落ちてくるとこがあるそうな。落ちてくるの、うん、あっちにもあるよ。あっちからも落ちてくるし、こっちからも落ちてくるんで、もう落ちてきたらね、うん、あのラックンって。ラックン、うん、そんな可愛くてええのでかい声でラックンラックね、いいやろ。まあそれで行くで、ポンちゃん。オッケー、あんちゃん。はい、ちっちゃん。まだ設計序盤ですけどね、うん、こういう感じでなかなかすごい景色がね、両側はやっぱりね、さすが谷っつうだけあってね、切れ込んでますね。おんちゃん、あんちゃん、ここね、落石地帯。なんか見てほら、落石がね、いっぱいゴロゴロね、うん、転がってましてね。上の岩もね、脆くてね、崩れやすいと思うんですよね、うん、こんな感じでね、設計を登っております。設計、長い設計。まあでも今日は天気もいいですね。普通だったら下界は37度、ね、ここはね、まあ風もあるし、設計の上を風を渡る風でね、だいぶ涼しいですね。かなり涼しいと言ってもいいですよ。はい、こんにちは。寒いぐらいだね。ポンちゃん、ポンちゃん、設計の終了です。ここで設計終了。それでね、ここが設計のね、終了のところの水場、冷たいお水流れててね、うん、飲めるかどうかわかんないけどね、飲めそうだけどね。飲めそうですけどね、まあ、飲もうと思えば飲めます。うん、設計の終わりはほら、洞窟みたいになっとるよ。うん。すごいね。うん。ここ、滑るね、ポンちゃん。この中入ったら、いや、出てこれないね。出てこれんで、ポンちゃん。ああ。ここからは頂上山荘まであれやね、ガレバーや。ほら、設計のね、うん、始まりがね、パックリ口を開けて、パックリ、どん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 ね、山のね、雪解け水を飲み込んでいくね。飲み込んでる。で、飲み込んだのがね、下の方にね、ドッバーって出るでしょ。すごい水流やったね、うん、歩いてきたけどね、結構ね、下空洞になってるんですよ、ポンちゃん。やっぱりだからね、弱いところはね、上からもうこう川のように、この設計の下を流れてってるんですよ。そうそう、川のようにって川だけど、そう、だから空洞なんですよ。空洞なんよね。だからそこにズボンって落ちたら、曲がり間違って、うん、終わりやね。終わり、ね、出てきません、はい、まあ途中で引っかかるから出てこれないやろね、うん、ね、まあ、それが設計の恐ろしさ、はい、ね、うん、じゃあポンちゃん、すごいね、ここ。すごいよ。落石危険箇所よ。上の設計からね、溢れ出しとるで。
ここが岩室跡ね、うん、今回岩室跡だからこのほらセメントみたいなの。ああ昔は岩室やった、今は何や。よいしょ、こんちゃん絶景の一番下が尻だったらこっちは頭やね、こんちゃん絶景頭や。ここがほら、こんな絶景。こんちゃん、この辺はお花いっぱい、いろんな種類があるよね。え車エリとかさ、うん、こ小梅ケイソウとか。いやーポンちゃん、赤岩さんの大岩さんがここにあって、うん、ポンちゃん、ポンちゃんだいぶ来たんですけどね。だいぶ来ましたね。この設計終わってからのこのガレバが長いね。また長いね。長いね、ポンちゃん。ポンちゃん、うん、でもお花いっぱいでね、お花いっぱいでね、見どころ満載、見どころ満載、癒され満載。はい、こんにちは。ぽんちゃん岩のトラバースで沢登りみたいやね。そうやね、ぽんちゃん設計水や、設計水、設計水といってもな、泡は立たんで、泡立つのは石鹸水や。ああこれは設計水。はい、少しかな。今平小屋まで来ればね、小屋まではあと1号分くらいってことですね。避難小屋や、狭いけどね、5、6人は入れそう。おんちゃん、はい、今ねガレバね登ってね、やっとね頂上山荘、あそこに見えました。もうすぐですね。ただ今日はね天気もいいしね、そこから25分かけて白馬岳、白馬岳ね、はい、頂上まで行って、それから降りてきてビールです。はいはい、それがなんていうの、うん、ケーキとビールね、今日のプラン、そういう感じです。もう少し頑張ります。はい、ポンちゃん。ポンちゃん。お花畑。お花畑。しかもね、規模が違うね。すごい。斜面全部お花畑。斜面全部お花畑。磐梯山のお花畑の1000倍ぐらいあるかもしれない。あるかもしれない。ね。何倍もあるな。ぽんちゃん、これは小屋前の最後の木段ね。最後の木段、小屋が近いよ、ぽんちゃん。はい、そうやね、ポンちゃん。ポンちゃん、頑張れー、頑張れー。あと小屋もう少し。頑張ってね。さあ、もう小屋がこんなに目の前ですよ。行きますよ。もうすぐ草原白馬岳頂上宿舎。さて、ポンちゃん、頂上宿舎ね、テントは向こうらしい。
草原白馬岳頂上宿舎宿泊受付。はい、来ましたよ。さあ、頂上宿舎に届きました。来ましたね。ああ、頂上宿舎。ね、こっからあとね、25分でね、頂上。はい、ちょっと休むね。はい、12時16分。宿舎到着。食堂の中ですね。これね。これ何、サラミ。サラミ。はい、一番。ね、あんちゃん。ポンちゃんの足、もっこり足になってしまったんです。なぜかっていうとね、頑張ってバックキックで歩いたから、アキレス腱の周りが、周辺が痛いんです。じゃあ、乾杯ということで、ポンちゃん。まあ、じゃあ、白馬だけはね、明日の朝行くから。ね、その代わり日の出見に行くよ。え、オーライ。ね。これ春から休憩だからね。そうだそう。早く寝て、うん、3時に起きる。そう。3時、まあ4時でええな。4時で。いただきます。はい。乾杯。ああ。ポンちゃん。おいしい、あんちゃん。やっぱりこれだね。やっぱこれでしょ。サラミ。サラミ。うん、サラミ持ってきたんだけどね。まあここのサラミもちょっと食べてみたいなと思って。食べてみましょう。ね。なんかちょっと変わってるっていうか。なんかさ、馬肉ソーセージみたいな感じ。みたいなね。うん。うん、塩効いてるんじゃない。うん、なんか本格サラミ。本当だ。だってスペイン産サラミだ。うん、うん、館内のスペイン料理店で食べたやつと似てる味が。うん、イベリコ豚の、うん、スペイン産サラミ、うん、盛り合わせね。イベリコ豚サラミに似とる。ビールに合うで。おいしい。やっぱりこれを見つけてしまうと、もう僕らはその先へはいけませんね。おはようございます。今日はですね、今ね5時45分ね、本当はね、あの昨日のうちに白馬岳行く予定でしたけど、白馬岳行かずビールに行ってしまいました。まあ僕らはそんなもんです、ね、なので今朝はいい感じで、あの白馬岳を ね、まあ、大体ここから行程30分弱、まあ、のびのびと行きます、はい、朝日に輝く杓子岳、はい、で唐松岳も向こう方面、あれは白馬槍ヶ岳か、下は雲海で、上にね白馬山荘立ってますよ。であの上にひょくっとそびえてるのは白馬岳、綺麗ですね、はい、さあおいちゃん、すいません、白馬山荘、すごいね、うん、規模が違うね、うん、山小屋の規模が、うん、規模でかいね、うん、向こうに見えるは鹿島槍、はい、白馬だけにレッツゴー。頂上は頂上です。かっこいいな。これが白馬岳の頂上だよ。頂上です。ね。かっちょええな。かっちょええ。ここが白馬岳の山頂です。いや、来たよ、ポンちゃん。ポンちゃん。ええ。ね、初心者でも登れるという。ね、白馬岳。登れたという。はい。着いたぞ、ワンちゃん。うん。着いたで、ポンちゃん。白馬岳頂上。2932メートル。
高いね。はい、高くて。よし、おめでとう。おめでとう、あんちゃん。やったー、やったぜ。よっしゃ、白馬岳。白馬岳バッカ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 乗ったぜ、お馬さん。乗ったぜ、お馬さん。白馬岳山頂、北海ありだ、うん、いい天気。ここだよ、すごい雲海。こんちゃん、この上に乗ってね。よいしょ、よいしょ、こういう感じ。ぼっちゃん、あっちがコレンゲだけどね。コレンゲだね。わ、いいの取れてます。すいません、便乗しちゃって。あ、同じだ。あ、同じじゃない、同じ。山だらけだ。山がいっぱい。便利ですよね。はい、じゃあ行きます。はい、チーズ。大人ならこれ大丈夫です。もう一回行きます。この掛け口に本ちゃん、それも1枚お願いしていい。はい、分解。雲海すごいね。こっちはどこ行くの、あんちゃん。じゃあそっちね、コレンゲだけ行って、あの、津賀池、うん、そっち行く人も多いね、うん、はい、いやー、ぼんちゃんすごいよ。すみません。あの、カメラマンですから。プロです。プロ。あ、撮れます。撮りましょうか。あ、はい、チーズ。おっちゃん。やっぱり白馬山荘に来たらね、このケーキとジュースを、こっちがショートケーキ、おいしそう、こっちがアップルパイです、おいしそう、こっちはね、リンゴジュース、こっちはオレンジジュースね、うん、おー、ちょうど朝は早いからね、今誰もお客さんいなくて、ね、うん、絶好の撮影時間です、ね。